皆さんこんにちは。 CF ネッツワンルームブロックの木伏でございます。早速今週の制約実例ですね、皆さんと一緒にご確認させていただければと思います。早速ですね、今回ご購入いただいた投資家様の情報ですね、仮に A 様とさせていただきまして、ご年齢の方が30代、性別が男性の方ですね。お住まいが東北圏といったところで、東北地方の方からですね、首都圏の物件買えちゃうんだぞといういい事例になるかなと思います。家族構成の方が奥さんがお一人、お子さんがお一人といった3人家族の旦那様といった形になります。勤務先はですね、サラリーマンの方、年収700万円程度となっておりまして、自己資金の投下予定額、こちらが500万円ほどとなっております。投資の目的ですね、こちら年金問題の対策でしたり、副収入ですね、そしての収入源の増加、そして不動産投資においてはですね、非常に大きなポイントとなる資産の拡大となっております。はい、お客様のポートフォリオですね、こちら投資経歴等をまとめさせていただいております。不動産の他に株式投資もやっておられまして、こちらは10年以上すでにやられております。そして不動産投資でいうと5年ほどですね、やられているお客様になります。資産背景といたしましては、まずご自宅、こちらはご所有のものになっておりまして、ワンルームが3室、そしてあとは手残りの現金と10年ほどやられている株ですね、等がある形となっております。はい、続いてこのお客様が実際に購入したですね、物件となります。アクセスが東京都の新宿区の物件ですね、となっておりまして、最寄り駅まで徒歩5分、物件の概要がワンルームマンションの築年が1986年築、総戸数140戸の SRC 像の物件、弊社でおすすめする区分マンションですね、条件悠々と超えているような、クリアするような物件かなと思います。物件の現況ですね、まず入居状況が、まず賃貸中の物件でございました。販売価格の方が1180万円で、入居中賃料がですね、6万3000円となっておりますので、表面利回りで 6.4% の物件、こちらをご購入いただいた形です。はい、このお客様はですね、自己資金が500万といったところでしたので、融資を使ってのご購入になります。はい、こちらもですね、簡単にまとめさせていただきました。年収が先ほど申し上げた通り700万円、投下予定資金が500万円となっておりまして、物件に対してですね、金利の方が 1.95%、期間が28年とですね、結果950万円程度のですね、融資の事前承認が下りた形になります。自己資金の総額、約340万円程度ですね、となりましたので、お客様の投下予定額とですね、見合っている物件といったところで、こちらご紹介させていただいております。実際にこちら、キャッシュフローツリーですね、こちらの方をまとめております。はい、まずこちら物件価格が1180万円、表面利回り 6.4%、空室率 5% でですね、計算しております。そちらにですね、購入書費用、約110万円となっております。これ実際に融資つきましたので LTV 約8割といったところで950万円程度融資が下りております。融資の条件ですね、こちら金利 1.95%、 期間が28年となっておりまして、となりますと、自己資金ですね、エクイティの部分が約340万円でご購入いただける物件となります。はい、続いてキャッシュフロー値ですね、こちら GPI 総潜在収入ですね、こちらが 75.6 万円ですね。こちらから、空室率でしたり未回収損の 3.8 万円をですね、お聞きした EGI が71万8千円となります。だから年間かかってくるランニングコストの運営費ですね、こちらが20万円ほどとなりますので、純営業収益の NOI ですね、こちらは51万8千円となります。はい、そうなりますと年間の返済額の ADS、 こちらが44万円になりますので、そちらをお聞きした7.8万円がですね、税引き前のキャッシュフローになる形でございます。こちら融資の特徴としましてはですね、自己資金の部分より多く入れていただければ、キャッシュフローの部分がより多くなってくる、さらに安全性も高まるというところがですね、融資のポイントだと思っております。はい、最後ですね、なぜその物件提案したかといったところですね、弊社でよく使う投資指標ですね、初年度のキャッシュフローツリーと見えまして、 CR が 4%、 CCR 2.2%、DCR 1.18 となっておりまして、ブレイクイブンポイント、損益分岐点ですね、こちらが 82%、 299日となっておりますので、約60日程度ですね、2ヶ月程度の空室には耐えれるような余裕を持っている物件となっておりますので、お客さんの自己資金でしたり投資指標にですね、非常に見合っている物件というところで、こちらの物件をご紹介させていただきました。以上ですね、今週の制約実例といったところで、皆様と一緒にご確認させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。